体張ってるよね。うん。さんありがとう。ラッパの実です。なんかそんなこと言ってたよ。売れてない時にちょうどニューハーフブームや。本当に？なんかさ、そういえばさ、あきこままに半端もらうみたいに言われてたもんね。めっちゃ言われてたよ。私あんたみたいなの、オカマが一番嫌いなんだよみたいな。うちだったら泣いちゃうよあれ。もうなんか全ての自分のイライラをぶつけてるみたいな感じじゃん、あのシュリーさんに。なんか本当にシュリーさんが嫌いで怒ってるっていうよりも、なんか自分のストレスをシュリーさんにぶちまけてるって感じがした。でもシュリーちゃんもネタで結構いろんな人に噛みつくからね。うーん、今日何も飲んでないですよ。ねえ、ゲイだったらめっちゃ天才じゃん。うち普通に女性と思って接してたよ。しかも男だったらさ、うちと寝てたら勃起するくない？してたのかな。もうこれ以上食べないでなくなっちゃう明日の豚キムチ。朝ね。明日の朝。うん、これも。ちょっとマヨネーズかけて。うんうん。人前だって立て座とかさせないから、うん、家で一人食べるときもすごいかっこいい食べちゃわない？そのご飯何？これ豚キムチ、ナムル、豚汁。ご飯落としてるようだって。清水ママが落としてないよ。ご飯の食べ方っけ、うん、なんで乗せてんだよ。なんもうお腹いっぱいだ。破裂しそう。豚汁もう一杯飲みたい。久々に腹立つそう。食いすぎた。早いんで食べ終わるのが。豚汁いらない？もうお腹腹立つそう。あと一杯ついでくる。なんかいる？何にもいらないもん。これ持ってっちゃってていい？これ持ってっちゃって早く。もう全部食べちゃうわ。全部持っていけないから。全部食べちゃう見てると。食べればいいじゃん。また作るよ。さすがにこれ全部食べたら豚やん。別にこれはタンパク質だよ。ただの豚やん。これ全部食べたら豚になりたくない。フラマイゼロでしょ今日覚えてたから。もう丸はタマをいじめて。ああ、いいんじゃない。ご飯食べてる。あんまり煮物とか焼き魚好きじゃないんだよね。何の魚焼いたら美味しいの？歌作った。歌できそう。それでは聴いてください。ルイージで食べちゃう。豚になっちゃう。でも食べちゃう。リミ、ん？どうしたの今。はい。ミスチルの桜井さんばりにメロディーが降りてきた。小山健二からカジエミリに捧げます。食べちゃう。豚になっちゃう。でも食べちゃう。ワンツーワンツースリーフォー。食べちゃう。
なんかいやらしいね。刑事ってな、ガーン、あかーん、なんでガーン、なんでプチュプチュってな、めっちゃ滑ってる、そうか、そうか、ケイさん、まだまだ。ほら、うちは歌わねえぞ。降りてこねえからな、そんな歌詞。ザッキーさん、ありがとう。苦しい。苦しい、すごく苦しい。また作るよ、朝とかなんか。でも食べちゃう。落としたよ、絶対落とした。チョコの中に落とした。あ、ほんと。ラムルイージです。ソワさん、ありがとうございます。あ、ソワさん、ありがとう。ナムラ、非常食なんでね。ここに置いとこうか。あ、夜中食べるように、うん、太らないの羨ましいよね。もうほんと俺は食ったら食った分太るからな。豚気持ちです。嬉しいけどね、食べて。豚気持ち美味しいね。めっちゃ美味しい。これね、またちょこっと脂身が少ないお肉だからね、うん、気持ち悪くならないね。あーね、うん、脂肉好きなんだけど、脂入れすぎて気持ち悪くなって食えなくなっちゃう、うんうん、でも食べちゃう。雨は多分降ってる。年になれば代謝が悪くなる。今日久しぶりにバスケやって、マジで膝痛いし、着地するとき、着地するとき怖かったもん、ほんと膝痛い。ちょっと走り方おかまになりそうになったもん。ならんよ、あの走り方。いやいやいや、もうあの走り方怖いから。走り方も足速いし、なんかでかいし怖い。突進してくるし。牛みたい。そうそうそう、もうベッドとトイレの行き来しか俺動いてないから毎日。あ、早食いが太る原因で、私も思う。ルイジさん見ててめっちゃ早いんよ。早くなるだろう。めっちゃ早いよ俺。男の人の中でいると一番遅いよ、いつも。いや、あ、でもそれはそうなのかもしれない。さすがにマリオよりは早いけど、マリオめっちゃ食うの、そんじゃ、うん、マジでめっちゃ早い。あ、じじさん、こんばんは。奥さんの手料理最強。ありがとうございます。じじさんが、じじさんがアラブの席を呼びでゲストと思います。じじさんがねって言ってきます。じじさん、ありがとうございます。もう裏彼女やけんね、じじさん。どういじさん、じじさん、じじさん大丈夫、体調大丈夫ですか。何してるのかなって見たら、あ、またじじさんと DM してる。あ、またじじさん。そんなしてないから。見るたび人って。してないから。どんだけラブラブな。
里芋がめっちゃ美味しい。里芋ハマりそう。箸止まんないね。うまいね。キムチがうまい。豚肉もうまい。一つで二つ食べれるってのは最高よ。豚キムチ好きなんだよね。あんまキムチだけで食いたいって思わない。豚キムチで食いたいんだよ。そうだね。ごちそうさまでした。あ、ジローさんありがとうございます。ジローさん、ジローさん、アラブのセキューブリースとかもそうです。ジローさんがないと言っていけない。ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。ミミタヨちゃん肌白い秘訣、引きこもりじゃない。妊娠してから白くなったって言われた。土色。マジで外散歩してても合わないからね。俺歩いてて日陰の方で歩きたがるじゃん、うん、エミにひなたに連れてこうとするじゃん、うん、俺のこと。太陽浴びたいもん、うん。女でさ、日向ばっか探して歩こうになっている？初めて見たけど、俺。寒かったですね、その時確かに。いや、寒いとか関係ないだろ。苦しい、食いすぎた。うん、爆発しそうだし。爆発、破裂じゃなくて。爆発しそうだ。食いすぎて。洗い物してきていい？嘘でしょ、エミ。うん、じゃあ、しに行ってくれる？寝てる。寝てる。うん。シャワーは？浴びぬ。もう動きたくない、寝たい。うん。メガンテ。爆発しそうです。ね、太陽の光ね。いいですね。太陽光いいんですか。いいよ、セロトニンが出る。何セロトニンって？うつ病消すパワーみたいな。うつ病にならないだろお前。分からんよ、うん、うつ病になるかもしれない、この先ね。には入りません。みんなどんだけ俺が臭いと思ってんね。エミリちゃんのお腹みたいでさっておいしい。破裂しそう、うちも。エミの方もよく破裂しそうって言ってるよね。寝る前とかやばい破裂しそうって。ちょっと張ってるからね。少し楽になったけど、さっきより。いやいや、浴びるよ、浴びるけど疲れちゃってさ。まあその上ならゴロンってしていいよ。これあの汗かいてない服だから、うん。もう寝るのね、横向きですね、大体。うん、いやいや、仰向けだから。嘘、うん、意識して横向いてるんですけど、仰向けらしいです。仰向けで、また開いて寝るんだよ、よく。今も？いつも。二人の赤ちゃん楽しみ。なんであれまた開くの、あんなに。どんな感じで？開脚、またこんなんで寝るよ。ね、ちょっと再現してる。無理だ、わかんないもん、無意識だから。寝配信あれ危ないね、ほんと。うん、危ない。股関節痛いんじゃない？マンポリ懐かしくない？懐かしい。でも多分そうなんだと思う。もうああいう癖で、あれが多分エミリーさんの 寝方なんだと思う。小さい頃カエルの寝方だった。俺うつ伏せか横だよね、大体。なんかね、絶対このポーズ、なんかこうなってても足もこうなってる。ヤムチャでしょ、だから。ヤムチャが栽培マンに自爆された時の寝方でしょ。ああああお腹大きい時横向いて寝る。じゃあどうやって寝てたの？名前はね、まあうちの中では、あとはこっち提案してまた揉めると思います。
えこないだ言ったやつ、また新しいの出てきたの、候補。いや、一個だけ一致したね、うちが言ったやつで、うん、それならいいよって、うん、それがいい。まあ、被らないかなって、キラキラもキラキラすぎるわけでもないし、一個だけ言っていい、絶対つけたいかない名前だから、うん、エミリの一個の候補はアロハだからいや、かわいい、なんか小山アロハ絶対つけないでしょ、夏やし。小山アロハ欧米かってよ、日本だけど。小山アロハって、でもさ、確かにそれにしたら、その小山アロハって言われるよそれにしたらさ、絶対さ、高校生ぐらいってさ、うん、アロハってじゃあハワイで生まれたんとか、うん、はい、ハワイ行ったことないのみたいな、アロハなのにとか言っていじめられるよね、うん、でテストで赤点ばっか取ってると、アロハのアホだって言われる、アロハ、やめるわ、確かに、うん、適当に言っただけ。ネトプリエミタロの寝相の悪さにベッド移動してたのに、いやいや俺もその気持ちすごいわかるんだよマジで。あのシングルだったら一緒に寝れないや、あれセミダブルでギリだね、足乗っける癖あるんだよ、すごい蹴飛ばすし、布団ババババババって、すんごい寝る前すごい綺麗に整えてね、ベッドメイキング私好きな、好きやけんって言ってこうやって寝るんだよ、綺麗に整えて綺麗に寝るんだよ、んー、ほんと寝ついた瞬間バーン、足で開くとボボ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 ーンって直して足バタンっていくうーんって寝る、俺いつもこうやってうわー重い熱いってなんか端っこで寝てるもん、すごい乗っけてくるんだから足、髪そう切ってるよ、デイジさん。だから見つめてきて、すいません、無意識なもんで。赤ちゃん一緒に寝てたらあれ殺しちゃうと思うよ、無意識だもんで、だもんで。アロハは三男の犬なの。へえー、そうなんだ、可愛い。犬だったら可愛いよ。何個か考えて赤ちゃんの顔見て決めるという。そうしよっか。じゃあ4つ考える、ニコニコで。喧嘩になるだろ、11にしようよ、11。うん、いや俺1だったらもう決まってるから、悔しい。なんでだよ、負けたら悔しい。それだってうちさ、うん、ここの動物の名前もさ、うち1個も獲得できんかったよ、だけちょうだい。でもね、そうエミリーさん頑張って産むからね、うん、でも漢字も決めないかも。俺漢字はなくていいと思う。ひらがなでもいいね、ワンちゃん。どう思います、うん、ひらがなって。違うんだよ、俺漢字って本当に見たことないよね、美しいって漢字がつく人。例えばさ、もういたら申し訳ないけどさ、玉はお母さんがつけた美穂とかさ、誰にでも読める感じ、なんとかみみたいなのさ、あと愛とかさ、ひらがなかわいい、愛がつく女の子とかさ、愛がつく、美しいがつくでさ、美しい人、かわいい人見たことないんだよ。いる？愛が、愛って感じがつく人で、うちのお母さん美しいつくんです。あー、すいませんでした。例外ありました。いや、なんかちょっと地雷踏んじゃった。アイサムも愛なんですけどいや、アイサムは会ったことないか分かんない。なんかさ、あれじゃん、あの姫がつく子は可愛くない。なんか芸能人の、ちょっと分かる、それ芸能人の、それ分かる、姫分かる。ちょっと違う、あの芸能人の子供もそうなんだけど、自分らが整ってるから自分らの子供にさ、美しいとかさ、あの愛とかつけないわけよ。なんかコンプレックスがある人がつけそうなイメージ。
わかる、うちも愛好きなんよ。え、でもね、エミさん、イメージだからね、イメージ。確かに、うちも怒ってばっかだもんね。そう、だから。でもうち、赤ちゃんの時ずっと笑ってたんだって。本当に、全然泣かない、泣かない子だったって。俺健康の件つくけどね、絶対不健康になりそうだし。健康やん、タバコも吸わん、お酒も飲まん、うん、OD だけするの。いやいや、寝不足だし、顔の色悪いし。寝不足だし。こんばんは。自分ひらがなだけ、小学校の時漢字に、あ、憧れるんだ。案外素朴な名前の子が可愛かったです。わかるわかる、ゆかりとかね、葵とか。一瞬ちょっとそういうなんか昔からの名前で爽やかな感じいいよな、うん、とは思うんだけど、一番うちの可愛い友達の名前はセイラやったね。セイラちゃん、あのグリーンの奇跡に出とるピーク。俺のお母さんの弟いるんで、早くして亡くなっちゃったんだけど、うん、その弟の娘がセイラちゃんで、子供の頃可愛くなかったのに大人になったらすんごい美人っていう噂聞いて、なんかお店持った、キャバクラとかなんか自分でやっちゃうくらい本当カリスマ的に美人さん。20歳で最後ぐらいじゃない。親戚それ？親戚なんだけど、なんかお父さん、じゃあお母さんのお父さんがすぐ死んじゃったんで、俺が小学校6年生ぐらい死んじゃって、そっからもうおじいちゃんと、そう疎遠になっちゃって首吊り自殺だったんだよ、車の中で。お母さんのお父さん、お母さんのお父さん、なんだか本当なんかね、何だったんだろうって言って、謎な首吊り自殺だった。それってどうなんだろうね。一応身内じゃん。身内が自殺とかしてたらなんか影響あるのかな。おさむちゃん、おさむっていうの、おさむ名前、小山おさむ、うちも知り合いのはじめさんって人自殺しちゃった。仲良かった、山で、自分の持ってる山で自殺しちゃった。へえ、事故物件だその山。なんか似てない、おさむとはじめ。全然似てない。そう、はじめさんのこと思い出しちゃった。漢字でしょ、うちの漢字。うちも自分のエミリっていう名前と漢字好き。俺ケンジって名前多すぎて好きじゃなかったね。考えるだけで楽しみ、うん、ケンジってだってクラスに1人か2人いたじゃん、学年に年 2,3 人いたよね。トモヤさんありがとう。英語の授業でもたまにケンジ出てくるし。エミ今8ヶ月。エミリーもだからあれだよね、英語のテストに出てくる名前だもんね。はいケンジ、はいエミリーだもんね。出てくる。 Do you eat octopus? Oh no だもんね。Oh no。 はじめとさも似てねえだろ。ね、似てるよね。何が似てんの、一文字もあってないんだけど。誰も突っ込まないけど大丈夫なんかな、身内の人に自殺の人がいて、なんか私もエミリーでした。大丈夫なのかな、そう。エミリーって俺人初めて会ったね。そういうの関係ないのか。そんな感じすごくいいね。あ、エミリーってそう書くんだ。かわいいじゃん。またちょっと美しいの入りそうで怖い。羽って漢字が入ってる名前を早字にするって感じ。うちも身内にいるけど大丈夫って、何が気になる、なんか大丈夫なのかなみたいな。なんかがんの人がいたらがんが遺伝するとか言うから。自殺遺伝しないだろ。そうなんだ、なるほど。あ、心配になっちゃった。それなんて読むの、ごめんなさい。羽をなんて読むの、それ漢字が読めないの。ハノンじゃない、ハノン。男でハノンってなんかちょっとね、なんかフィギュアスケートやってそう。
カノンです。名前と漢字決めてお寺で見てもらって、男の子だった。エムリー、ケンジ。はい、エムリー。はい、ケンジ。アンにするじゃん、子供。はい、アンって言いそうじゃない。英語にできそうな家庭。じゃあ洗い物してくるわ。遺伝する？しないだろ。あ、苦しい。応変がつくとお金に困らない。じゃあ名前王さんにする。風呂入るよ。入るけどもう疲れちゃって、一回休憩したい。親の名前取れない方がいいって。二人ともマゾコンだからね。なんかエミリさんのお母さんと俺の名前、お母さんの名前取って入れたいねって一緒に言ってたけど、絶対臭い。マゾコン、いや、お母さんって強いよね、優しいよね。なんかエミリさんのお母さんもさ、見ててさ、なんかね、あんなエミリのこと可愛いんだなと思って、あんだけやんちゃしてるエミリさんのことすんごい好きなんだなと思って。リオで、なんかトゥーリオみたいじゃないそれ。エミリさんのあのね、リーにね、王でリオって子いたよって、それほぼトゥーリオじゃん。トゥーリオってなんだっけ、なんかにそのリオでトゥーリオじゃなかった。名前トゥーリオって呼ばれちゃうよ。小山トゥーリオやんけって、うん、ダイソンっておった。男だろそれ、うん、言うな。いや、やだやだね、俺のプライドが。横で寝ながら配信ってあんまりね、失礼だよっつって。あ、トゥーリオ、登るって書いてトゥーリオ。小山トゥーリオにしよっか。学校で読まれない漢字の名前はかわいそう。名前はずっと行こう。いや、俺は言いたいね。なんならみんなに決めてほしいくらいだし、みんなと決めたいくらい。うわ、すごいキムチの匂いが出ちゃってる。俺から俺から出てないよ、疲れてるでしょ。俺はね、うん、いやいや、俺はね、もう寝るってことじゃん。一緒に一緒にお風呂入って寝る。入ろっか。入り行く？家族よ。行っちゃうかも。このまま行っちゃう？行っちゃうみんな、うん。みんなってなんだよ。家族よ。多いかな。疲れね。でも頭洗いてし、風呂には疲れてえな。家族よ2000円なんだよ。1時間かかるけど。2300円と500円でね。またそっちまで行くの？どこ近場でも。近場いくら？近場一人なんぼでしょあれ。近場だ。900円とかだ。1人？2人で？一部屋だよ家族風呂は。嘘、近くにもあんの？1時間かな。でもお風呂マジでね、結構これ難しい問題だよね。エミリさんの家に水道代をかけてしまう、お風呂代をかけてしまうか。調べたんだよ。1日冷房つけっぱで200円かからないからでしょ。毎日いたらね。
して名字が変わっても王が残るようにしたんだって。王貞治の娘は理恵、結婚しても名字、理、その王っていう漢字が入るとお金持ちなんだ。温泉ないってもそのまますぐ寝れねえからな。すぐ寝たいもん、温泉終わったら。なんだよこれ、もう温泉行ってる気分ってことほら温泉の頭も今日マイク良かったよ、調子。うん、もう温泉の温泉行ってるってことこれも。隠すもほらあんま気にしないんだよ、隠すとか全然。豚キムチすんげーうまかった。よかったです。うん、あれ結構でかいキムチだったよね、絶対。ルイージの思考回路すごい。なになんで、やっぱみんな字数とか字画数考えんの？全然考えられない。もうほんと自己中だから俺、自分が呼びやすい名前がいい。10時で受付終了だって。どこが？家族ゆ、どこの？だかな、いろいろあるじゃん。どこの？どこの？どこが？どこの？どこそれ？どこも？平山。平山って何？もうこの。いいなあ。うちの娘は旦那の好きな芸能人の名前、嘘。あのく、俺のね唯一仲いい友達のくーちゃんって友達も。国生さゆりが父ちゃんが好きだったから国生っていう漢字を名前にして国切ってる。好きな芸能人がいないんだよね、すんごい恋しいっていう芸能人が。まあ、一番唯一なかったのがビビアンスーかなぐらい。小学校から二十歳過ぎ、25、30ぐらいまでビビアンス好きって言ってたから。たまなついてるやん、ケンジ君。まあお互いにいい距離だよ。ちょっと横になっていいかな。いいよ。腰が痛い。エミリさんはアユか、ずっと好きなのね。うん、そうだね。アユ見て、あの鳥肌立ったっていうか。アユの本当の名前ってなんていうの？あゆみ。いや、エミリさんもビビアンスに全然似てないでしょ。まさきあゆみ。漢字があるだけ。あゆむか。浜崎あゆむっていうの本当？あゆみ？でもうちそんなファンじゃないからね、今。昔はチームあゆ入ってたけど、いつの間にかも抜けちゃってた。じゃあ誰が一番好きなの？今？うん。誰だろう。いや、もう人生で今のところ一番、うん、いい、うん、ブルーノマーズが一番、うん、唯一無二タイプ。初めて男の人でかっこいいと思って何回も夢に出てきたし、なんかあのいろいろ想像しちゃった。プチョ変座変だからね。しかもうちと身長同じなの、ブルーノマーズ。なんて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 ん、えいにちん、えいにちん、プルルッテルル。宮崎葵に似てる。え、エミが今言われたことはあるけど、おこがましいです。ブルノマーズに、え、誰の話、なんて言った、今。宮崎葵。あ、似てるって言われたことあんの？あるある。嘘でしょ。うん、そいつの目ぶっ飛ばしたいんだけど。何それ、ディスってんの？違う、似てないなと思って。
まあ、ちょっとなんだろうね、ちょっと足立由美っぽい系の顔だなと思うんだよ。足立由美ってない？雰囲気似てる俺。小山太郎かわいすぎて優しいじゃん。今日優しいじゃん。なんか頭エミリさんに乗せられた。温泉行ってるもん。じゃ乗せてないの。樋口一応似てる。俺が。見よっかな、見たいとか言いつついつも見れない。これこれさん、氷川きよし懐かしい。今似てなくね。水木有沙、香原智美、宮崎あおい似てる。の目ぶっ壊れてんじゃないかな。まあでもちょっと水木有沙にはなんかあの写真で似てる時あるよね。一緒にいても水木有沙似てるなって思うことないけど。でもしょっちゅう言ってくれるじゃん、なんて可愛い顔なのって言うやん、うん、動物的な感じ。何その可愛い顔って言うんだよ。嬉しい。絶対これ雑に乗るから。雑ミーさんなんか目くぼむ時あるよね。そうそう、あの心霊写真の見分け方教えてあげます。 目で思い出したけど、心霊写真、本物の心霊写真は俺足立由美っぽい。目がこうわーって黒くなってるのが本物らしいです。あの本物の人が言ってた見分け方で、目がこう黒ずんでるのが本物らしい。顔が写ってたりしたらね。うちちなみに足が一本ない、自分の足が一本ない心霊写真写ったことある、小学生の時に。エミね、なんかね、動物的な表情をする時の可愛い時あるね。可愛いと思うんだよ。どういう時？真似して。うん、寝起きで半分寝てるのになんか鼻上からほじるよね、見て帰って、うん、こう鼻ぐちゃぐちゃしちゃうの。うん、寝てる時にずっとやってるのか。ありがとうございます。 K さん見ててなんか本当動物みたいと思って可愛いって思っちゃう。褒めてないんだけど。その後ね、なんか足に謎のタンコブができた、ボコって、すねに、原因不明で病院行った。で治った。すそう、目がね黒くなるんだって。出川哲朗って言われてるのあったっちゃいけど、タマ見たい？どこが？あー、もうあっち行っちゃった。こそばいいなこれ。え、お風呂入った？入ってない。なんで汗の匂いせんの？脇の匂いかむ。っていうかシャツすごいだろ、びしょびしょだろ。うん、いつも頭臭いのに臭くない、シャンプーの匂いがする。シャンプーかびてねえだろ。あんたバスケ行った？ほんとに行っただろ。匂い嗅いでこいよ。犬がこうしてただろ。頭臭いよいつも。臭くねえよ。じゃああれ持ってきて、バンド、うん、バンド持ってきて腰痛。なんで疑うんだよ。行ってきたに決まってんだろう。ちょっとあのサイドだけ買ったっす。私すっぴんが類似にどういうこと？持ってきてバンド頭の。行ってきてるよ、どう考えたら。いいよ別にさ。なんで止めると？止めてないじゃん。そんな疑うことかなと思っちゃって信じてよ。
肘でおっぱい触らんで。触ってないよ。顔でかいなんて言われたことないね。あんた怪しいよ。絶対臭くないだけだから、いつも通りの。すごくない？びしょびしょでしょ。なんでこんな臭くないの？なんで臭くないの俺？臭いわ。臭いだろ。どう考えても。あれ涼しかった今日。いやいや涼しくはないよ。なんで？頭にいい匂いに作ってったからでしょ。何バスケの後ってなんだ。マリオが大変。いいよマリオなんか。ティッシュの箱。うん、壊れてる。なんで俺の顔を調べたん。ちゃんと耳のここに置いてます。いきます。変わんなくね、大きさ変わんなくね、変わんなくね、全然変わんなくね、全然変わんない。分からん。全然変わんないんだ。どういう風に差が分かるのこれ。しもしも。しもしも。やばいぞルイージ。全然変わんないんだけど大きさ。自分の測る時より上で草。どういうこと？全然顔の大きさ変わんないから。前髪あるとないでちょっとね印象変わるんだよ。やっぱ前髪あるとね顔ちっちゃく見えるんです。面積が狭く見えるから。顔の俺の顔小さい。ジェイミー一緒にお風呂入るか。どこに？そこだろ。ここ？そこだよ。ん？うん？聞こえないの？ここの？うん、ここの。カジケの？カジケの。うん。いいよ。2,000円かかっちゃうから。いくらなの？調べてみねって。まだやってんのしかも。行きたいとこは。行きたいとこは。スリッパ俺の顔に並べたいだけじゃんお前。スリッパ横に並べてみてってさ、俺の顔のことスリッパに、ルイジスリッパの裏にいてねって言いたいだけじゃん。何時まで？深夜の2時半までやってる。深夜の2時半まで家族風呂あんだけど、最終受付何時よ。1時まで最終受付。くっさいな。くっさいな。ちょっとこっち来て。なん？こっち来て。プッ。魂の配信？配信切れたそうだよって。いや別に。じゃう？お風呂で2,000〜3,000円高くねえか？それかラブホーでも痩せるか、お風呂入った方が。それかラブホー。
カラオケがあるラブホ。カラオケはちょっとね、もう一曲ぐらい俺が好きな曲ができたら行きたい。まあ覚えてるもんね。J-POP ちょっと調べてくんない？見せたい過去は鮮明で。営みしてない。なんでそんなホテル好きなの？ベッドがふかふかだし、ベッド大きいし、このベッドも最高だろうが。最高だよ。最高だよ。もう一緒に寝られるもん。俺このベッドだってから本当に自分のこと忘れるときあるもん。今生きてるのか死んでるのか分からなくなるときあるもん。気持ちいい。いやいや、めっちゃこのベッドはいいんだけど、いやいや、エミリーさんって本当にその本当に気遣いができないからね。何？ん？やらかすんだよ本当。発言？うん、何も思った今あって。やめたいもん先生今。なんだよ、わかんない。お腹がパンパン。ずっとこっちになんだよこの指の青色ですよ。わかんない。ニトリで3万ぐらいって言ってたんだっけ、わかんないけど。よし、一緒にお風呂入って寝よう。うん、うん、じゃあ入れてくる。お風呂、うん、いいよ、シャワーだけで疲れちゃうし。いや、なんかもったいないよね、お風呂のお湯さ。うち軟水やけ、お風呂入ったがいいよ。じゃ、眉毛もなんでそんな取れてないの？ 2、3日、いや、取れてるよ。どんだけ、あのさ、2、3日、2人結構コメントしてたよね、今日。2人でしか、あの、入らないのに、すぐ流しちゃうんだよ。あれ、もったいないよね、お風呂。本当にバスキー行っただろう、全部匂いかけよ、すんごいから、もう。着てたシャツとかびっちょびちょだから絞れるで。わかった、ごめんね。疑ってヒッターさんなんて、うん、むちゃくちゃ疑ってるやん。やべえ女やでって言ってる。玉浦臭そうだね。ライトを見返してきたんじゃないかと。なんかふわっち番らしいね。なんでツイートしてた。バスケね、膝がね痛かったね。久しぶりにジャンプして両方、もうほんとおじいちゃんみたいな、キャンキャン、もうほんと走ってる時あれだよ、あのなんだっけ、ハゲテング。弱き者をいじめないでくれ。でもずっと隠れてた、膝が痛くて。責任から逃れるな。いじめないでくれって言ってて。YouTube のコメント読んでね。うん。私一人ニューヨークで流す。うわ、もったいな。まあまあじゃない。なんか。すごい神がかってうまいなっていう人、まあ一人ちょっと身長2メートルいかないくらいの、多分あの黒人とのハーフっぽい、なんか結構背でかい人、でかい人いたけど、全然すんげえうまいっていう、まあ、全員なんかまあ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 そこそこうまいなぐらいの。結婚してください。なんかあ、キヨさんありがとうございます。キヨさんありがとうございます。キヨさん、キヨさんが爆投げ中。キヨさん、キヨさん、キヨさんありがとうございます。そもしキヨさんが寝てってくれ。キヨさんありがとうございます。すっげえうまいなって人はいなかったね。
そうだ、東京の方がいた。いや、やっぱ東京の人の方がやっぱカッコつけだよね。確かにカッコつけてる人めっちゃいたもん。うん、1人とか2人じゃない、もう6人ぐらいみんなカッコつけてるよね。やっぱ生きがってるね。その中の一人、福岡ね、その中の一人。でもどこ行っても一番俺の方が生きがってるでしょ、格好だけは。うん、うん、俺より格好で生きがってる人見たことないもんね。そうだね、格好つけてるっていうより生きがってるって感じ。田舎のね人はやっぱ服装もあんまこだわりないよ。バスケできればいいやって格好だよ。確かに形から入ってるもんね、うん、入ってた気がする。東京の人なんかテーピングしてこうしてこうしてこうしてみたいな。ミスタータータさんなんて、うん、タータさん、いや読まない方がいい。デイジさんのどこが好きなの？顔、声、鼻。猫どこ行ったんだろう。あそこ、キャットタワーの下。と、うん、いうことで、もしかしたら夜ね小腹減ったりなんかあったら配信つけるかもしれないですけど。寝ます。シャワー浴びよ。シャワー浴びて寝ます。お風呂は、お風呂はいいんじゃない別に。またどっちか地べたに座らない。エミだってさ、意外とエミカラスの行水なんだよ。5分ぐらいしか入んないからね。エミすごい出るの早いんだよ。だってクラクラしちゃったらダメじゃん。それでお風呂入れるのもったいなくない？もう。なんで顔がタイプってね。ほっこり、わかんない、もっこりだったもっこりだ、しっぽりかもしれない。奈良だが撮ってほしい、バスケしているとこみたいな、ね、もしかしたらそこのクラブなんか今日動画撮影してたからなんか撮ってなんかタイムラインとかなんか貼り付けしてんのかもね、ラインに。あのシュートシーンなら持ってますよ私。走り回ってるシーンとシュートシーン、今度パソコンでするとき見せます。あのパス、あの画面にくっきり表示して。ツイッターに載せる。シュートシーン見たい見たい。ディフェンスしてるところの方が見てほしい、ほんと。ディフェンスって何？守ってるところ。聞いたことある。いや、今日だから、ぶっちゃけガチ勢じゃないと入れないんですか？いや、入れるんじゃない？なんか、やっぱ今のとこ、今日行ったところも2部に分かれてて、ちょっと女の子とか中学生、高校生ぐらいの子供が混ざってるの部と、俺はやっぱりそのガチ勢の方に回されて、そっちでバスケやってたけど、で、膝が痛いし走るのがだるいから、いやあんまりでね、なんか初めて行ったのにグイグイバンバンできないからね、なんかオフェンスはやっぱりちょっと控えめになっちゃうんで、初めてに行ったところだと、うん、けどディフェンスはねやっぱりね、あの勘っていうかサボりながらでもできるから、ディフェンスなんかやっぱり調子良かったね。調子に乗るなっつってボール取るのが、だからそうディフェンス面白いね。面白いっていうか、あのあれですけど、なんかやらしいディフェンスですよね。人が嫌いに嫌われるような
土日やってるんだけど、日曜日の方がなんかこう社会なんかゲーム中心っていうか、土曜日はなんかちょっとあの練習をこうコーチングしながら、こういう風になんか指導しながらのやるやつだから、別に今更指導とか聞きたくないなと思って。きたくない。ゴルフやな、しょうがないでしょ。そのうちまたね、目を盗んでやりますよ、いろいろ。というわけで、みお風呂行こう。うん、ありがとうね。ありがとう、ツイキャス。最後にあの無料アイテム残ってる方、よかったらお願いします。いやでも、バスケは相手の失敗を喜ぶから性格悪いスポーツって思うっていうかもしれないけど、どのスポーツもそうですね。相手が失敗したらみんな喜ぶでしょ、敵チーム観客なら。ありがとうございました。髪洗うよく。おやすみ。